ではね、今日イワシの開きしていきますね。今日もなんか動画載せましょう。昨日なんかコメントでね、動画魚のさばくところを動画に載せてとコメントがあったので、なんかあるものを載せますね。私はね、これ昨日と一昨日晩ご飯に塩焼きで食べました。すっごい油がある。まず頭をバーッと燃えて開いていきます。あります。絶対美味しいよ。今千葉県産マイワシ、大葉イワシ、今ね、握り用のね、手つき味を下ろして、頭も入れます。
ね、今日も輪切り、ラリータの輪切りね、いただきます。なんかね、コメントにあったけど動画残そうと思ってね、あるものを取っていきますね。今日はね、山の日ですか。8月の11日、山の日です。もっちゃんまだお仕事しているので、一人でコメント紹介をして終わりたいと思います。ほかおかなさんです。ご無沙汰しております。お元気ですか。これ多分社長にですね。なんか返信しておいてください、社長。続きまして、杉本のさあちゃんです。青山宣言の皆さん、台風の中お疲れ様でした。皆さんは大丈夫でしたか。我が家はガラスが1枚夜中に割れたようです。大変じゃない。わやじゃん、怖。何かが飛んできたのでしょう。お盆休みまであと少し頑張ってください。土日2日頑張ればお休みです。皆さんも頑張ってください。続きまして、八田さんです。青山宣言の皆様、お疲れ様です。丸尾漁港のには何もありませんでした。中貝さんのところにも何もなしでした。
青山宣言の皆様、意がなくても頑張ってください。雨にも風にも台風にも負けず頑張ってくださいとのことです。パッタさん、ありがとうございます。あ、なんか今日はもつれん、昨日すごい噛んでしもうたけ。続きまして片柳さんです。こんにちは、青山宣言の皆さん、お仕事お疲れ様です。自然の猛威にはやはり勝てませんね。風風雨の大変な中でも社長は仕入れに行き、頭の下がる思いです。先に一回読んでからね、文章。頭の下があって頭が下がる思いです。大谷きょんきょんさん、元永のもっちゃん、コメント紹介ありがとうございました。台風の中ではありますが、お互いに気をつけて頑張りましょう。もういい天気だったね、昨日暑かったけど。ああ蒸したね、昨日もすごい蚊に刺された。ゴーヤのネット張り替えよったら怖い蚊が一番ね。ということです。続きまして、杉本のまーちゃんです。お疲れ様です。昨日はお袖帰りでハンドルを取られながら不安な帰り道でしたが、今日が休みなので昼まで寝てました。いいね、お疲れ様で終わりかと思ったら、もぐもぐタイムがもう何回もね始まり、慌ててスマホを横に戻しましたよ。明後日と早出で花火大会も近いので忙しいと思います。頑張ってくださいね、まーちゃん、さーちゃんもかな。暑さに負けず頑張りましょう。暑いな、本当ね。続きまして、月足様です。すいません、いつも楽しく見せてもらっているのですが、最近魚のさばくところが早送りばかりで、一番いい場面を悪くしていませんか。免許がいるさばきは別として、皆さんがさばかれているさばき方を自分は見習っていますとのことですね。じゃっけ今日はね、何も取るもんがねなくてね、なんかあるもん一生懸命取りました。すいませんね、まあなんか変わったもんがあればと思うんですけどね、なかなか。今日はちょこっとさばきましたね、なんか乗せましたんで、なんか参考にしてください。すいません。続きまして、最後は富永さんです。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。青山社長、なんかすごい戸がバン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 しよう。どうした、あ、大丈夫。魚ないと分かっていても4時には市場ご苦労様です。風が強くて帽子がわーって飛びよったね。帽子が飛んで吹き飛んでましたねって。大谷ちゃん、ゴーヤは台風前に収穫したから良かったですが、網から半分ぐらいずり落ちてました。あー、やっぱね風が強いけ。ミニトマトは実がすべて落下、ズッキーニ支柱に縛ってある部分から折れて KO 状態、ポッキンってね。ゴーヤは今ないですが、できたら、あ、収穫できたら送ります。やったやった。昨日ね、私もあの帰って、ほんとね、もうちょっとキュウリはちょっと諦めたね、もうあれ。でもさ、昨日ゴーヤをねネット張り、もうね、見てた、あの富永さん、これもう こんなんなったわけにね、もうなんかずり落ちてさ、で潮風も当たってさ、なんかダラーンってなって、ぐじゃーんって、すごい元気がなくなってね。これはまあこの前根っこ動かしたけちょっと枯れたんやけど、これを全部もう取っ払ってね、取っ払ったの、もう全部で、全部あの網をねもう張り直してね、いい元気なのだけこう誘導してあげて、もう枯れたのは全部取った。でね、その中にね、なんとね、ちょっと待って、
びっくりした方、あの昨日ゴーヤ掃除し、あのしようって見て白があったの、これと一緒に3つだけ白が、びっくりしてね、隠れちゃった。これこんな、このことよね、白ゴーヤってなんでこんな青くなっちゃうかね。し両方植えてるんかな、やったらやないと絶対こんなんならないよね。しかもこれすっごい苦かった方、もう痺れだね。やっぱ白ゴーヤの方が食べやすいね。やけども 1,2,3,4,5,6 本ぐらいこうネットにね、這わしてあげたけ、あれがまた今からこう伸びてくれるといいんですけどね、元気に白であることを願っています。ありがとうございました。皆さんも明日もうお休みかな、あのお仕事の方は頑張ってください。うん、明日今日さっきまでね、お母ちゃんいたけど、なんかちょっとさっきちょっと手振ってる動画を見つけてね、なんか喋るよんかなと思ったら何も喋ってなかったけど、明日も明後日もお手伝いに来てくれます。非常に助かります。お母ちゃんけんもりしてもらってね、今日も。はい、じゃあ明日も頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。また明日、今日一人ですいません、もっちゃんまだ仕事中ですので置いてきました。ありがとうございました。